三峡ダムよりひどい、中国の巨大ダム群がメコン川流域に大干ばつをもたらす。中国側はダムの関与を否定しているが、中国に源流があるメコン川は、そこからミャンマー、ラオス、タイ、ベトナム、カンボジアに流れ込み、その流域に暮らす約6000万人の生活を支えてきた。ところが近年、メコン川周辺地域での干ばつが深刻化しており、地元メディアは中国が上流に複数のダムを建設したことが原因だと報じている。米政府の資金提供のもと、水資源のコンサル企業アイズ・オン・アースが行った調査の報告書によれば、中国はメコン川流域のダムに470億キロリットルの水を放出せずに溜めているという。だが、中国の清華大学などによる調査は、全く異なる結論に至った。メコン川流域の干ばつは高い気温や雨量の減少といった気候変動が原因だというのだ。また同研究は雨季に水をため、乾季にそれを放出するダムのような人工貯水池は、上流に限らずメコン川全体の干ばつを緩和していると主張。さらに、メコン川流域諸国の中で最も干ばつの危険にさらされているのは中国だとも述べている。中国市環球時報は、清華大学の研究結果は、メコン川流域諸国の干ばつを中国のせいにした一部の外国人研究者の乱暴な主張とは対照的だと報じた。水位が歴史的な低さに。だが、各国の専門家や環境保護団体は中国側の研究結果を疑問視している。WWF、世界自然保護基金のマーク・ゴア書は、不規則な雨量が干ばつの原因だとする中国側の指摘には同意するものの、人間による開発の影響も大きいと考える。また、米ワシントンに拠点を置くシンクタンクスティムソン・センターのブライアン・アイラーは、干ばつは雨季にも発生しているが、中国側の研究はこの点については言及していないと指摘する。同センターの調査によれば、上流にある中国のシャオアンダムとノーツァードゥーダムが、2019年7から11月の間に合わせて200億キロリットルの水を溜め込んでいたという。こうした調査結果から、再び干ばつが起きる恐れがあるとアイラーは言う。衛星写真で、中国のダムが2020年7月からまた同量の水を溜め込んでいることを確認しています。メコン川の支流の水位は歴史的な低さを記録するでしょう。ドク・ヨハン、ゴルフガング、ゲーテ大学の研究者セバスチャン・ビバも、メコン川の干ばつには気候変動などの環境的要因が影響して入るものの、問題を悪化させているのは中国のダムだと話す。どちらの原因がより致命的かは分かりませんが、少なくとも中国側はダムも一因になっているという疑念を払拭できていません。ベトナムでは干ばつのために非常事態宣言が発令され、タイでは救援活動2軍が出動するほどの極度な水不足に陥っている。米中それぞれの調査研究の結果は、東南アジア諸国における利権をめぐる米中の戦いの始まりだとする声もある。メコン川は学術界を超えて、米中対立の新たな主戦場になっているのだ。クーリエ、ジャポン記事より抜粋。メコン川はチベット高原に源流を発し、中国の雲南省を通り、ミャンマー、ラオス国境、タイ、ラオス国境、カンボジア、ベトナムをおよそ4200キロにわたって流れ、南シナ海に抜ける国際河川であり、古代の文明があった場所としても知られています。有名なものはクメール人のバンチェン文明があり、肥沃な大地の下で栄えていたとされています。中国が上流にダムを作り、下流域への水の供給を止めているとすれば第2第3の3回ダムの悲劇を起こすかもしれません。そもそも国際河川を一国の利益の追求で水を独り占めしていいことなど到底許されることではありません。中国では記録的な洪水が続いており、水不足などと言っている状況ではないはずです。地球上には微生物からクジラやゾウのような大型生物がみんなで共存共生をしており、人類が勝手にその生態系を壊していいはずはありません。河川の氾濫や干ばつによる土壌の環境変化による
疫病の発生や有益な微生物の死滅が、人類を含むその他の生物に大きな影響が出ることは間違いないのです。我々は、破壊している自然環境を取り戻すことが重要であると思います。奇跡的にも存在ができた水に覆われた地球は、人類の手で汚染してしまいました。さらに河川流域への水の供給環境まで人類の手で変えてしまって他の地域や生物に影響を与えることなど許される話ではありません。高島博士は、地球の起死回生という大きな目標を掲げこの状況にバイオ生物工学という分野で、日々戦っておられます。地球環境を微生物と酵素、そして宇宙からのエントロピーで地球環境の調和を取り戻す研究をいたしております。皆様も COVID-19 の流行で微生物やウイルスがどれだけ脅威となるかをご理解できたと思います。しかし、その逆もあるということです。微生物やウイルスが自然環境や生物内の環境を好循環に導くことも多く存在するのです。その最先端のバイオ工学が EMBC 複合発光技術です。本来共存し得なかった微生物の種族を共存、共生させることに成功し、他の微生物を攻撃するような悪性ウイルスや細菌、有毒性物質をも協調性を持ったものに生まれ変わらせていくという夢のような研究です。微生物やウイルスという目に見えない世界の分野ですが、未だに解明されていない部分が多くあり、その全容は未知数です。我々エコロジーサービスは、現時点で最高とも言えるバイオ酵素水を、高島博士の元製造に成功いたしました。我々の携わる、EMBC 複合発光という科学は組成回帰の科学という理念を原点に、自然に全ての生き物に、そして人類の繁栄にいい環境を作るというウィンウィンの関係を構築する、起死回生の科学なのです。この研究で生まれた起源酵素は、新バイオ技術で製造された酵素入りバイオ飲料です。もちろん土壌改善にも使用できますし、ゴミなどの無害化、汚泥の処理、浄化にも使えます。微生物と酵素の作用で体内の環境を改善させ、病気、ウイルスに強い健康的な生活を送れることも解明されています。起源酵素は、11種類の天然素材と霊峰富士の地下から湧き出たきめ細やかな湧き水で作られており、体に害をなす材料や添加物は一切使用しておりません。最後に、皆様にとってもお得なキャンペーンをお伝えできることになりました。昨年末より、全国販売を開始した記念として全商品 30% オフのスペシャルプライスにて、現在販売しております。よろしかったらこのお得な期間に、起源酵素をお試しください。よろしくお願いいたします。この起源酵素を、当社では販売しております。お問い合わせは、エコロジーサービス電話 092-407-3604 までよろしくお願いいたします。チャンネル概要欄にリンク貼り付けておりますので、ご興味のある方は、ホームページも覗いてみてくださいね。この動画にご興味があれば、チャンネル登録と高評価をつけていただけると、励みになりますのでよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。